Yuka! 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 Yuka!忍びはね、手裏剣や苦難を普段は1人前しか持たないの。体が重くなるから。だから切り札として使うの。はい。こんなに重いんだ。よし。いやいやいや、そんなんじゃ投げられないから。変わって変わって。こう投げるの。 自分の使う任務は自分で作るんだよ。マコ、この匂い嗅いでごらん。これ、お頭が作った特製の煙なの。今は毒に耐性がないけど、そのうち慣れるからさ。 今日はお頭は？ お頭が任務のため、私が特別に教えよう。浮き身拝典を見せる。さあ、やってみろ。 走るのは早いんだ。ふーん、そう。じゃあ、お席どうぞ。私って忍者の才能あるかな。どうして？ この半年成長してるよ。ありがとう。私はね、この白飯をたくさん食べて強くなったんだ。<笑>なんで強くなろうって思ったの？私じゃ、お父ちゃんとお母ちゃんがいないんだ。ねえ、マコってお母ちゃんいるの？うん、いるよ。いいな。 お母ちゃんってどんな匂い？ね？いや、お母ちゃんってどんな匂いだったかなーって思い出したくてさ、小さい頃に殺されちゃって、それからお頭に面倒見てもらってんだけどね。だからお母ちゃんってどんな匂い？お母さんの匂いか。うん、小さい時は好きだったな。 良くなった。
刀は国のため、脇差しは自分のため、短刀は切腹のため、忍びの直刀は死生に至る。狂気を心に隠し死生に至る。どう見てこれ。へ、わー、すごいでしょう。すごい。マッコ引き締まってきたね。そうかな。二人ともお頭が呼んでるよ。あ、はーい。失礼します。マッコ、お前に初めての任務を与える。伊賀屋敷に行って黒刀城の緑図を取ってこい。お頭、マコにその任務は少し荷が重すぎませんか。できぬと思うんすか。いえ、そういうわけでは。マコが心配か。はい。なら3人で行け。はっ。はっ。
マコ、もう死んでるよ。何すんだよてめえ。あんたなんかいなくなっちゃえばいいのに。クソ女。今日で学校辞めるわ。は？つまんない世界から卒業することにしたの。わざわざ報告してあげたんだからありがとうぐらい言ってよ。は？何言ってんのよ。もう一度してあげよっか。我が校を信頼して通ってくれる子がいる以上、今回の問題をないがしろにすることはできません。分かっていただけますか？はい。まあ、連日マスコミもお父さんの事件を取り上げてますし。だからどうしたって言うんですか？だから、私たちはあなたをかばえないということです。私を退学にしたいんですか？私は敵ですか？敵？いやいやいや、そんな言葉は使ってませんよ。私には同じ意味です。退学処分が納得できないということですか？違います。あなたたちに決められたくないんです。わかりました。では自主退学という形にしましょう。だからお前らに決められたくないって言ってんだろうが。今私が自分で決めます。辞めるなら自分の意思で辞めます。先生、自主退学したいんですけどいいでしょうか？わかりました。ではそのような処理を。失礼します。お願いします。もうこの世に未練はありません。